今回は旅行や普段使いにもおすすめなヴァンガードのカメラバッグ、ビオディスカバリーを紹介いたします。こちらのカメラバッグはデザインにも使いやすさにもこだわって作ったビッグカメラグループオリジナル商品。移動の際にしっかりとカメラを衝撃から守ってくれますよ。まずはこちらのバックパック、ビオ46から紹介していきます。背面がフルオープンになりますので、カメラやレンズなど何が入っているのか一目瞭然です。仕切り板はクッション性に優れておりますので、カメラやレンズを衝撃や振動からしっかりと保護できます。カメラやレンズの大きさによって仕切り板の位置を変えることも可能です。さらに背面にはノートパソコンや A4 ファイルなどが入る収納ポケットも付属。その他にもメモリーカードの収納ポケットや貴重品を入れられる隠しリアポケット、上部にもポケットが付いているので収納性も抜群。サイドからの取り出しもできますので、バッグをいちいち下ろさなくてもスムーズに撮影ができますよ。さらに小型の三脚もこのように下部からカバーを取り出してしっかり固定できますので持ち運びが楽になりますよ。またレインカバーも付属しています。この部分から取り出してバッグ全体をすっぽり覆うことができますので、突然の雨でも安心ですね。さらにビオ46はショルダーベルトをこのようにチャックでまとめることができます。こうすればなんとスリングバッグとしてもお使いいただけるんです。しかもバッグを前に持ってくれば肘を置けますので、ちょっとした撮影なら三脚がなくても安心ですね。46よりも一回り小さいビオ41もございます。小型のミラーレス一眼などにちょうど良いサイズで、女性の方にもおすすめです。またカメラケースとしてもちょうどいい小型のビオ 15Z も合わせてご利用ください。そしてもう一つ、ビッグカメラグループオリジナルのサイズビオ28もおすすめ。ビオ28には小型ながら仕切り板がついておりますので、カメラ本体にレンズ2本程度ならしっかり入るサイズ。サイドにはペットボトルが入るポケットや、小型の三脚ならバッグに固定して持ち運ぶことも可能です。ビッグカメラグループオリジナルのカメラバッグ、ヴァンガードのビオシリーズ、他社ではお求めいただけませんよ。ぜひこの機会にご検討お願いします。